鈴木ガンマ鈴木 RG250 ガンマ RG250 ガンマとは、鈴木が1983年から1987年まで製造していた2 5 0 c c にストロークエンジンを搭載した普通自動二輪車である。レーサーさながらのフルカウルに軽量なアルミダブルクレードルフレームを用し、フランコウンチーニが RG250 ガンマは 250cc の RG ガンマだ。 テストコースで初めて見たとき、鈴木は世界グランプリ 250cc クラスに挑戦するのかと思ってしまった。速度計がついていることで市販車と分かったが、走り終わってもまだその印象は消えなかった。フランコウンチーに、鈴木 RG250 ガンマ販売促進資料と語ったという宣言文句にふさわしい本格的な性能を有し、1年間で約3万台を売り上げ、 後のレーサーレプリカブームの火付け役となった。新設計の水冷エニストローク並列ツインエンジンは、ボアストロークこそ RG250E と同様であったが、水冷化による重量増を感じさせない徹底した軽量化と高性能化が行われ、冷却水とミッションオイルを含めてもエンジン重量は 34kg と、他社と比較して 3kg から 8kg ほど軽量であった。 エンジン特性は、典型的なニストロークエンジンの特性であった。6500rpm を境に、エンジン特性が表現し、その回転数は使い物にならないと言わんがごとく、3000rpm 以下の回転数ではタコメーターが動作しないという演出が施されており、狭いパワーバンドも含め、レーサーとはそういうものと、若者たちにはそれすら、好意的に受け入れられた。また、 ミッションには、レーサー同様のカセット一体型ミッションや、取り外し可能なキックギアオイルサンプギアなどが採用され、混合燃料を用いるレーサーとしての使用も考慮に入れた、車体構成となっている。エンジンも、去ることながら、当車両において、注目を浴びたのは何より、車体設計であった。市販量産車として、初のエールボックスと呼ばれる、アルミダブルクレードルフレームに、 前年に発売された CBX400 回インテグラが市販車としては初ではあるもののサーキットを走るレーサーさながらの先進的なフルカウルを初めて装着した当車両はフレームやエンジンに徹底した軽量化が施されフレーム単体で 4kg から 6kg エンジンも含めた車両全体では他社の 250cc 車両に対して 最大で1 4ラムほど軽かった。軽量な車体はエンジン出力の自主規制が敷かれた状況下での上限目いっぱいの45馬力を発揮するエンジンと相まってパワーウェイトレシオは他社の対抗車種と比較して群を抜いていた。パネルに樹脂を挟んでフローティングマウントされセンターに回転数計を持つレーシングな雰囲気のメータークラスターや 当時採用の多いブレーキ油圧をフロントダンパーにダイレクトに伝えるアンチノーズダイブ機構やプリロード調節可能なリアモノサスペンション、ほぼ手作業で製造されていたジャンバー式排気管などを採用していた。また、後ろから見た際にテールカウルのセンターブレーキランプ下のウィンカー部分が手を広げた様子に似ていたことからヤッコダコテールという愛称で呼ばれた。また、出荷段階で フロント16インチホイールを採用し、ミッシュランタイヤが標準装備されていることも当時としてはまだ珍しいことであった。1983年、1982年シーズンのグランプリ王者、フランコ・ウンチーニの登場した RG500 ガンマの衣装を模したカラーバリエーションで発売された。1983年夏以下のカラーバリエーションの車両が追加された。また、 その車両にアンダーカウルとシングルシートカウルを装着した東京鈴木キビックショップ限定仕様が販売価格49万円で発売された。1984年3月、モデルチェンジが行われ、テールやフロントカウルがエッジラインを有するシャープな形状に改められた。特徴であったアルミダブルクレードルフレームトリアスイングアームに角面にリブが加えられ、 剛性を増したチューブを使用した。ブレーキはフロントに対抗4ポットキャリパーをダブル装着、リアには対抗2ポットキャリパーがフローティングマウントされ、すべて合わせて10ポットであることからデカピストンと呼んだ。エンジンに中低速域での性能向上を図り、回転数とスロットル回路に応じてサブヤを吸入させる、そのレードを用いた空燃比調整システムが搭載されたほか。 フレームとカウルやシートを支えるサブフレームの軽量化により車両重量は 4kg 減量され 127kg となった。販売価格は末置かれ46万円。カラーバリエーションは以下のように改められた。1985年3月大幅なモデルチェンジが行われカウル形状が アンダーカウルからシートカウルまでを接続した新規のデザインに改められるなど外観が一新された。フルカウル仕様とセミカウル仕様があり、販売価格はフルカウルが48万円、ハーフカウルは46万円。フロントサスペンションにエアによるプリロード調整機構が加わり、リアサスペンションはリンクを一つ加え、よりプログレッシブな特性を持ついい フルフローターサスペンションが搭載されたほか、エンジンには2ストロークエンジンが持つピーキー差を減少させるため、総廃気タイミングを低速時に遅く、高回転時には早く早期する、電子制御の排気弁機構である、エスクが導入された。開始車体番号グッジョブ21バイトから1万1。カラーバリエーションは以下のように改められた。1985年5月、 当時の全日本ロードレース選手権 500CC クラスで活躍していた水谷マサルが登場するワークスレーサー RG500 ガンマと同じウォルターウルフカラーの限定仕様が49万9千円で販売された。1986年2月、プッシュキャンセル式ウィンカースイッチが搭載され、サイドスタンド警告等を採用。カラーバリエーションは以下のように改められた。 開始車体番号グッジョブ21バイトから109,655。販売価格は、フルカウルが4 8八9 0 0円、ハーフカウルが4 6六9 0 0円、ウォルターウルフカラーが5 0万9 0 0円。この時期になると、サーキットでのレースなどでは、後発のホンダの NSR250R やヤマハの TZR250 に劣勢を強いられていた。そのため、 V 型エンジンを搭載した新車への期待が高まり、販売面でも苦戦を余儀なくされた。1987年6月、最後のモデルチェンジが行われ、ホイールのリムサイズが拡張され、タイヤサイズが前輪、110、80から16後輪、120、80から17へと変更されたほか、フロントホークがファイ 38mm へと体型化され、 pdf を廃止した。クランクシャフト関係の変更及びエアクリーナーの通路を長くして、吸気温の低減を図る。開始車体番号グッジオブ21バイトから119,554。販売価格は引き続き4 8 9万九千円。カラーバリエーションは以下のように改められ生産を終了した。ありがとうございます。